どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日も自粛中に購入したスニーカーをご紹介していきたいと思います。4月の8日からもう自粛明けちゃいましたが、5月の25日まで毎日1足以上スニーカーを購入するということをやってきております。コーディネートやサイズ感などもありますのでぜひ見てください。ということで本日はナイキのボックスですが、少し変わったボックスですね。というのもこのロゴの G と A は自身のイニシャルを元に作られたロゴになっているんですが、本日はとある NBA プレイヤーのシグネチャーモデルとなっております。ボックスにはこのようにサインもされておりまして、特別な気分になりますね。ではでは早速ですが中身の方を見ていきましょう。では肝心の中身はこちら、ナイキズームフリーク1でございます。こちらのモデルはヤニス・アデトクンボの初めてのシグネチャーモデルです。大胆なリバース数を配置したローカット仕様で、コービー・ブライアントのシグネチャーから着想したと言われております。2層構造のズームエアユニットで強い衝撃を和らげるなど、高いクッション性も特徴なモデルとなっております。それではまずスニーカーの全体からしっかり見ていきましょう。アッパーは所属するミルウォーキーバックスのチームカラーでもあるグリーンと、祖国ギリシャのナショナルカラーのブルーで彩色。リバーススーシュやライニングなどのアクセントにはオレンジ、イエロー、パープルなどをそれぞれ左右非対称に配置しており、華やかなカラーとなっております。ヤニスは家族を大切にしていることでもよく知られ、ミッドソールとアウトソールには両親と4人の兄弟を称えるデザインディテールをあしらっております。ミッドソールのインサイドにはこのようにヤニスの両親の名前が、アウトソールにも I am my father's legacy の文字も記されております。ヒール部分のカラーリングも左右非対称となっており、自身の背番号でもある34の文字が記されております。ということでまずはスニーカーを見てみましたが、いかがでしょう皆さん、このカラーリングはもうありとあらゆる原色をガッと詰め込んで左右非対称にしたという、もうインパクトはもうめちゃめちゃ大きいですよね。最近マルチカラーのスニーカーも結構増えてきてると思うんですが、この原色使いはなかなかないんじゃないでしょうか。個人的にはこういう派手な色使いのモデルっていうのも好きなモデルではあるので、すごく気に入ってはいるんですが、どうでしょうね。結構こういう左右非対称の靴を履いてると、え、なんで左右違う靴履いてんのみたいなことも聞かれることがあるんで、あんまりやっぱ一般的ではないんだろうなっていうのが正直なところですね。ただまあその分、まあ、このカラーリングもなんですが、このでっかいリバースーシュもあって、インパクトという意味ではかなり大きいんじゃないでしょうか。街にこれ履いて出かけたらかなり目立つと思いますね。ということで、まあ、スニーカーもなんですが、ちょっとここでですね、ヤニス・アデトクンボっていう方を知らないという人もいると思うので簡単に説明したいと思います。もともとギリシャでプレーをしていた現 NBA プレイヤーで、2013年のドラフトにエントリーしました。ドラフト1巡目の15位でミルウォーキーバックスから指名されて入団しました。2019年のシーズンではなんと MVP にも輝いております。でスニーカー紹介のところでも触れたんですが、家族をかなり大切にされているというところも特徴のようで、例えばこの G と A のロゴなんですが、これもですね、古代アテネとか人生とか、あと家族との絆の意味っていうのも込められているという特徴もありまして、かなり自身のルーツにオマージュを捧げるような方でもあります。あと私は NBA そこまで詳しくはないんですが、プレーを見ているとやはりダンクがかなりすごいというような感じがしますね。ゴール下まで行って普通にシュートを打つのかなと思ったら、手がビョーンって伸びてきてそのままドーンみたいな感じですね。なんかシュートを打つ瞬間だけゴムゴムの実食べてんのかなぐらいの勢いで手が伸びてくるようなイメージです。
まあ下手くそな説明はちょっとこの辺にして、では早速履いてみたいと思います。サイズ感ですが、このモデルに関してはサイズ選びに注意をしていただきたいと思います。というのもタイトというか、かなりホールド感の強いようなモデルになっておりまして、だいたい私は右足の小指が当たって痛いから 26.5 から27にハーフ上げということをするんですが、今回ですね、甲の部分も結構ホールド感が強いなというふうに感じました。また私は今回27センチを購入したんですが、それでも両方の小指がちょっと当たってるかなという感じがするので、もしかしたら 27.5 でも良かったのかなっていう気もしております。なので特にホールド感強いモデルが嫌いな方は、ハーフ上げではなくワンサイズ上げるということをお勧めしたいと思います。ちなみに私が普段履いているサイズはこんな感じになりますので、よろしければ参考にしてみてください。パンツとのコーディネートですが、これに関しては私個人的にはほぼ黒一択かなというふうに思っております。というのも、もうすでにスニーカーの時点でかなり原色をいろいろ使われているということもあって、かなりカジュアルな要素が取り入れられているかなというのと、そこだけでかなり目立ってしまうというような形になると思います。そのためこの他にも色を足してしまうと、かなり全体的にごちゃごちゃしてしまうのかなというふうに感じております。今回履いたデニムと白以外にもいろいろ色を履いてみたんですが、あまりに全体的にごちゃごちゃしてしまうので、ちょっとカットさせていただいて、白と黒とデニムの3つで紹介をさせていただいております。またソックス選びもですね、あまりこう派手な色を取り入れるというよりはシンプルな色で履かれた方がいいのかなと思います。でトップスなんですが、こちらも同じ理由でかなりシンプルにした方がいいのかなと思っております。なので上には白か黒がベースになってくるかなと思います。でどうしても色を取り入れたいなという場合は、靴に使われている色を取り入れる方がいいのかなと思います。それも面の大きい青や緑というところを足すようであれば、まだ色が足された感が少ないかなとも思います。ただ個人的にはあんまり色を取り入れるというのはお勧めしたくないかなというのが正直なところです。せっかく独特なカラーリングのスニーカーを履いているのに、上にもごちゃごちゃした色を持ってきてしまうことで、スニーカーの良さが消されてしまうというところも注意をしていただければと思います。こちらも良ければ参考にしていただければ幸いです。はい、ということでサイズ感とコーディネートで結構な時間を使ってしまったので、ここからはサクサクいきたいと思います。最後は恒例の独断と偏見による採点です。採点の基準はこちらの5つ。
どうしても主観的な要素も出てきてしまうとは思うのですが、できるだけ客観的な視点も持って皆さんにお伝えできればなというふうに思っておりますので、少しでも参考にしていただければ幸いです。さあ、それではこの5項目のこちらのモデルの評価はこちら。まずデザインですが、全体の色使いやマルチカラーということはもちろんなんですが、結構細かなところも作り込まれてるなというふうに感じました。メッシュ部分と生地の色や素材感の組み合わせもですし、あとシューレースホールにつながる部分のホワイトとシュータン部分が左右とも黒になっていることで、まあ、全体をきれいにまとめられているのもポイントが高いかなというふうに思います。続いて履き心地、これは2層構造のズームエアということで、エアジョーダン1などに比べるとクッション性も高く履き心地はいいと思います。ただ一般的に履き心地がいいというふうに言われているモデルほどではないというところは正直なところです。で、価格、これ確か1万4000円から5000円くらいだったかと思うんですが、まあ妥当かなと。これが1万7000円ぐらいになっちゃうと、まあ AJ1 の方がっていう風になるかなというように思いますし、逆に1万2000円ぐらいだとかなりリーズナブルな感じがするかなという風に思います。で、万人受け、万人受けはこれは難しいのかなと思いました。マルチカラーというだけで一般的ではないということに加えて、使われている色味も派手な色が多いので、まあ一部ではチャイニーズニューイヤーのモデルっていうふうにも言われてたのですが、まあ、それだと確かにこういう色合いにもなるのかなというようにも思います。最後にラクコーデですが、これは途中でもお話しした通りコーディネートはかなり限られるかなと思います。スニーカーがメインという意味ではある意味楽っちゃ楽なんですが、まあまあ合う服はかなり限られちゃうかなというふうに思いました。はい、ということでこれらの要素を踏まえたこちらの総合評価は 2.8 です。まあ、正直かなり好き嫌いの分かれるようなモデルかなというふうには思っておりますので、まあ参考にしていただければと思います。もちろんスニーカーはこれらの要素だけではないので、あくまでご参考程度というふうにしてください。はい、ということで本日はナイキズームフリーク1をご紹介しました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。